ドラは2走です。さあこのハンちゃんは本当に苦しい展開の連続。岩井茜ラス親で果たしていい手が入るか。お、二階堂脇はドラドラ、はい、3球上がればトップですもんね。そうですね、はい、上がってトップで終われれば最高なのが二階堂脇。ここトップ欲しいでしょうね。二階堂、そうですね、現在8人中8番手ドラさんになった。もう食い単でいいですよ。あとはいかにして動きやすい形に仕上げるかというところですね。一方須崎はここは軽く上がってトップ逃げ切りたいところ。これ岩井の下茶なんで結構何でも泣けるんですよね、はい、まあ何でもって言ったらなんですけど、前出るしかないですから、現状ラス目ですからね岩井は。だからある意味絞ったりはされないんで、あとはもう食いやすい形、もうカンパーピンもペンサーマンも嫌うべきですよね。なるほど、もう食いたんの方に持っていくっていう、もうあとはポン材を残して早く早く仕上げるということですね。鈴崎はあれ、これペーって見送ったんですかね。ペー茶ですよね鈴崎は。そうですね、どっちなんだろう。あった気がしますね。ごめんなさい、あったんですよね、動かなかったんですね、はい。まあ、形は悪いんで動く形じゃないんですけど、さあ二階堂が動いたリャンマンポンです。これはねどうですかリャンマンポン。でもいけそうですかこれ。いやもうゴールまでは見えてますからね。逆に鈴崎はやばい来たと思ってるんじゃないですか。はい、まあ、おかげでいい感知層は入ったんですが、あまり手作りに時間はかけられません。まあ酸素の残したいですけどね。この酸素もポン材ですよね。ポンになりますし、下手すれば当たりまである。そうですね、ウッパーマン先に引いた場合はね、どう受けますか。まあドラそばだからっていうことで、ね、ピンズの方に構えちゃうかもしれないですけどね、観音瓶とかに。ドラソワの3層はまだ手放しません。さあそして連チャン狙いの岩井、ここで総図で一面つ完成。難しい、そこまでドラはいらない。チピン切るんですかね、カンしちゃうか。え、ああ見せつけましたね。それを見せつけた、男らしい。それは褒め言葉なんだろうか。ああ褒め言葉かな、はい。さあ中田はテンパイだ。いやアリアンソン暗算されてますしね、嘘、なるほど、出てますから、まあ、ウッパーマンのノベタン、さあこれ酸素ポンですよ。でウッパーマンテンパイ、ウッパーマンオナテンですか、はい、となると、うん、あのじゃ逆に危なくなる可能性もありますけどね。え、いや行かないんじゃないかな。パーマ危ないですけどね。あ、1通テンパイ、カムピン追いつきました鈴崎。カムピンでも3枚見えですよ、手の中に3枚。これはきついですけど ね、まあでもしょうがないですよ ね、 そう動くしかないですから、はい。あとは、めくり合い、ドキドキです ねこのめくり合い決着がつくのか否か。あ、これどうするか。まあ、振り点ですからね、数万切ってますしね、二階堂には危ないので。ただもう何にもやめちゃうかもしれないですよこれ。打てばラスですから、チーピン打っちゃうかもしれない。チーピンも打ちづらいか、スーサキのピンズだからそうですか。なるほど、そうですね、中田はもうギブアップですねここで。まあ当然ですねこれは。どうなるかな、ね、で岩井もここは引いてられません。しかしまだ勝負はできない、ね、まあ引けないですけどね、引けないですけど、トータルショックのことを考えたら、例えば無理してもう二階堂に突っ込んでハネマンとかね、あの可能性はあるわけですから。そうですね、はい、確かに。そこで失う12ポイントってことを考えたら、まあ安易に行っていいものかどうかっていうのはありますよね、はい。まあ、同じラスでもっていうのがね。そうなんですよ、はい。中田パーソーを掴んで3層切り、こちらは鈴崎
たった一枚のウーピンを求めて。怖いっすかな怖くないか。復活、復活、サブロー9万、まあ不利点ですけどね、はい、不利点ですけど復活、すごいなねえ、ありますよね、ありそうですね。あ、おお、積もった2回で湧き、最後はパーマン積もって対局終了、逆転のトップ、今シリーズ3戦目初のトップが来ました二階堂脇、うん、最後はドラをアンカン見せつけて自ら積も上がりました。